はい、こんにちは。勝俣博物館です。今日ご紹介する展示物はこちら、セブンイレブン限定2004年バンダイのメイドインチャイナ、ボトルキャップコレクションですね。多分この上にセブンイレブンって書いてあるので、2004年にこのブレード多分放送記念というか、多分当時からね、仮面ライダー長い付き合いだったみたいで、セブンイレブンさんはこういっぱい持ってました。はい。そしてこのちっちゃいのもね、確かダブルが放映した時かな、ディケイドやった時かな。そうですね、なんか最強フォームと武器のセットみたいな感じで、武器というかまあいろいろアイテムセットみたいな感じで、こんな感じでマスコットがあります。それではちょっと一つずつね、細かくちょっと見ていきましょう。後ろのこの3体はね、なんか掘り起こしてきたらあったんでよくわかんないんですけど、書いてあります、書いてあります。おっとっとっと、足の方、ここか。2003チャイナ。ということで、2003年の BP って書いてあるから、バンプレストかな多分。の、これは1号ですかね。はい。そして、これも、なんだろう。しかもこれめっちゃ重い。2002年。これめっちゃ重いっす。なんか分鎮みたいな感じで、この多分台座が超重たいっすね。しかも結構な造形の良さですね、これは。はい。そしてこちら、これはなんかどっか書いてあるかな、あった、ちょっと見づらい、マントがあって見づらい。これはチャイナとしか書いてない、ちょっとわからない。このアナザーギターはわかりません。そしてこちらから、じゃあちょっと一つずつ見ていきましょう。すごい、この大きさでクオリティ超高いですね。なぜかストロンガーはこのチャージアップバージョンというか、なぜかこれですよね。なんかずれてんのかな。後ろ見ると9番スカイライ、仮面ライダー X 7番ライダーマンが6番、8番がアマゾンか。8番がアマゾン、9番、10番スカイライダー9。このラインナップですね。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 ですね。そしてこれで11,12ブラック、そしてブラック RX で、クーガ結構なんかいい感じですよね。ちょっと角が短くて折れちゃってますけども。そしてアギトも結構いいです。でギルス G3X かな、これは G3かな。そしてこれがリュウキは副眼までは塗られてないですけども、こうしないとダメか。結構でも細かく作られてますよね、ドラグバイザーとか。そしてナイトもかなりこの黒い感じとか結構いいですよ、かっこいいです。そしてファイズ、かわいいですね、なんかファイズちょっと。そしてカイザー、はい。でブレイドは本当にブレイラーザーまでちゃんとこうついててかっこいいですね、ブレイド。で、ギャレンラーザーがちゃんとついてますね、ギャレン。そして、カリス。で、レンゲルですね。いや、でもこうパッと見てやっぱり、かなり造形いいですよね。なんかもう誰ってすぐはっきりわかりますからね、かっこいいと思います。そして、ちょっと気になってるかと思いますが、はい、こちら、シフトトライドロン。2700円の 30% オフで1800円でしたね。新品未開封です。1800円で売ってましたので、もう買っちゃいましたね。これはやっぱ今かなと思って。なんかアマゾンで見たら3500円で売ってたので、結構高いと思って買っちゃいました。まあもうちょっとしたら多分本当に放映放送終了したら 50% オフとかで多分叩き売りしてくるとこあると思うんですが、まあ普通にね、やっぱ持ってないくてなくなっちゃうと後悔しちゃうので買いました。そしてこちら。銀河スパーク。あれ？お前銀河スパーク持ってるよなと。お前銀河スパーク持ってるよなということで、持ってますよ。銀河スパーク持ってます。なんでかっていうと、まあ、書いてある通りね、レジにて 50% オフと。50% オフ？と思って。で、定価いくらだと思って、このお店の定価見たら、3200円って書いてあったんで、1600円と思って、1600円じゃ買うでしょと思って、買っときました。まあ、これはね、これも未開封ですので、1個は取っといて、1個は遊ぶ用として、使いたいかなと思っております。はい、ということで今日はこんな感じでちょっとね、掘り起こしてきたやつと買ってきたものの動画でした。ちょっとね、手で
撮ってますのでブレブレかもしれないですけども、すいませんでした。はい、ということで明日はちょっとバンプオブチキンのライブに横割りに行ってくるので、ちょっと動画をお休みしますのでご了承ください。それではまた明日。